この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そしたら愛しの駅を出発します。やっぱり愛しのありましたよね、人身事故。地元の高校生じゃなくて撮り鉄が跳ねられたらしいですよ。まあなかなかね、闇が深いですね、愛しの。別動画にすることではないんですけれども、なかなか闇が深いです。ちなみにね、見た感じ花とかは備えられてはいなかったですね。まあそうですよね、地元の人じゃないんだから。アウェーの撮り鉄がですね、うっかり旅先で事故って死んでも誰も悲しんでくれないっていうことです。まあ親兄弟とかは悲しんでくれるんでしょうけどね、まあ、それがやっぱりね、世の中の現実なのかなっていう感じはします。あ、というわけでね、次ね、丹野駅ですね。丹野駅、旧丹野町の、中心駅になります。はい、それでは青信号になりましたので、先に進んでいきましょう。この辺はね、まだまだその市街地がですね、続いてると。レベル3、パトカー追尾式取締りエリア、そういう感じですよね。パトカー追尾式取締りエリア、スピード注意。それで丹野はですね、その駅の正面が国道39号に面してないんですよね。なのでね、ちょっと 裏っていうか39号とは逆サイドからアプローチしなければいけないという、そういう駅でございます。ちなみにね、比喩市内駅を検索しているうちに、うっかり丹野駅を通り過ぎましたので、ここから右折していきます。意外とね、丹野と愛しの駅間距離短いですね。信号があるってことは、丹野駅は交換可能駅かな。でまあ丹野といえばですね、まあ北見市のベッドタウンという感じがしますけれども、多分この国道を挟んで反対側のこっちがもともとの丹野の旧市街地というかメインストリートだったんじゃないかなと思います。これが丹野駅前ですね。国道39号サイドに比べると随分ね、なんていうかね、のんびりしてますね。街並み、学校通用も少ないですしね。そしてこれが、丹野駅です。駅前には銅像付きの立派なロータリーがありまして、丹野町物産センター。丹野町ないのに物産センターだけは残ってるんだ。そんなのがあります。で駐車場もですね、完備。自転車は3台、4台、5台止まっております。それでは車止めて、現地調査の方を行っていきましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。